稲妻イレブン、実は声優が同じキャラ参戦。その後、1、メガネかけると愛し、この二人は加藤七重さんが演じている、いないれ界の偉大なオタクメガネと、コアなファンが多い、ツンデレ美少女愛し、何でもこなせる声優の凄みを感じる。なんかレベル5ってさ、ビダマツみたいに変な男キャラと、可愛い女性キャラ一緒にすんの好きなんかな。2、日野明とアンジェロとポワイピチョリ。この三人は、折笠文子さんが演じている、無印の代表ヒロインとイタリアの男の子と、よくわからんけど可愛い宇宙人。3つの性質合わせ持つってことだね。3、キリノランマルとヒラリフレイル。この二人は小林優さんが演じている、見た目は美少女、中身はイケメンなキリノランマルと、ド M が好きそうなキャラのヒラリフレイル。一人の声で二度おいしい、これがいなれだ。他にもあったらコメント欄で教えて。